しゃべれー電波少女。はい、今日も、やってまいりました。で、今回はこれお菓子の専門家ってことですかね。楠本佳代子先生、通称もちこ先生ということで、お呼びしております。今日も本当によろしくお願いします。よろしくお願いします。人生グラフを書いていただきました。じゃじゃーん、こんな感じです。どうでしょう、まずふみねさん、この人生グラフを見て、はい、なんか感じるところあれば。あの20代前半から30手前にかけての落ち込みが気になりますね、うん、そうだよね、はい、でもその前にこのまずドーンと上がるところを聞いてみようか。はい、私がこう進学してあのまあ公立の中学校なんですけど、まあ、いわゆる荒れていまして、はいはい、その学校自体は。そうなんです。先生はどうだったんですか。その持ち子先生も荒れてたんですか。なので、はい、中学生時代ってなんかこう少数派になりたがったり、うん、大人に反抗しやがったりとかあるじゃないですか、はいはい、なので私はあえての優等生キャラでいこう、うん、あ、そっちに選ぶものすごい大人っぽい選択をしていくわけですね。そうです、そうです。みんなが荒れてるから、じゃああえて私は超真面目キャラでいこうっていうので、うん、はい、はい、一番前で授業を受けて、うん、いわゆる三つ編み眼鏡の女の子を先生の横と聞く女の子もしてたら、それ演じたわけですね。そうです、こういうキャラで行こうって決めたわけで、そしたら、はい、あのおかげさまで成績はぐんぐんと上がりまして、内申点も良くなるじゃないですか、はい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 、で、まあ、あの地域の、いい高校に行って、うん、はい、高校時代はすごく楽しくですね、今もお付き合いがあるようなお友達もいて、青春時代を過ごして、はい、うん、でそこでね、あのみんな大学行くような、うん、あの高校だったんですけど、はい、私はちょっと大学に行く意味よりも、うん、お菓子パティシエになりたいっていうのを、うん、そうです、あの頃だとテレビ の、はい、あのテレビチャンピオンがありましたよね、はい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 、あのお菓子職人選手権っていう、ね、ありましたね、はい、うんうん、まだねパティシエっていう名前が一般的じゃない時代ですよ、うんうんうん、で、ああ、いいな、こんな道もあるんだと思って、まあ、大学受験はしないで、あの私の母校である、うん、あのエコール辻東京っていうところに、はいはいはい、知ってる辻。いや、知らない。知らないです。あのお料理の世界では超有名よ。あ、そうなんですね、うん、日本だと一番大きいかな、うん、はい、うんうん、辻調理専門学校グループの方が有名かもしれないですけど、はいはい、まあ、そこに行きたいなっていうことで、うん、はい、進学を決めて、はい、そこへ行ったのがこのギューンと上がってるところです。このグラフィンは頂点にグーって行ったのはそのあたりですよね。そうですね、楽しかったです。お菓子と出会う、あ、高校生活とお菓子に出会うとか、うんうんうん、楽しい時期がガーっていくと思うんですけども、はい、あのものすごい急降下しますね、はい、これは何が起きるんですか。はい、ですね、東京で製菓学校で1年、その後フランスの方で1年勉強した後、はい、日本に帰ってきて、はい、就職をした、はい、そこですね。あ、これ就職してこれなんです。え、フランスにはもう行ってるんですよね。フランスにはいつ、おいくつで行ってるんですか。フランス行ってるのは19、20歳の時です。19から20歳の1年間。そうです、そうです。そうなんですか。はい、あ、出た。ちょっと私のセルティフィカっていう卒を見てみてください。あ、そうそう、卒業証書なんですけど、この中のどこかにいます。ちょ、ここでもですね、はい、あの優秀賞をいただいて、はい、はい、ここでは何ですか。あの、何ですか、首席で卒業をさせていただいて、どこ行ってもやっぱすごいですね。こうドーンと急降下する前のちょっとここフランスの1年間の話を聞きたいんですけど、はい、あのまずここはどういう人たちが集まってくる、どういう学校なんですか。その辻町グループで、うん、1年目は、日本で専門学校を卒業した子たちの上級校なので、うん、まあ、大学に対する大学院みたいな感じのイメージですね。辻町の中で優秀なあの生徒さんだけがフランスに行けるってお話なんですね、うんうん、まあそうですね、希望した方がっていう形で、あ、ほとんどは就職します。はい、私も専門学校に1年行ったんですけど、うんうんうん、でも普通専門学校って2年とか3年のところが多いと思うんですけど、
こう1年で勉強するって結構ボリューム的に日々の勉強の量が多くならないんですかね。ああもうでもね本当に毎日毎日お菓子の授業が実習がありました、はい、ということは今の顔つきを見ると楽しくてしょうがなかった感じですね。へえ。じゃあそういうなんかフランスに行って、うん、まあきっとこう景色も良さげじゃないですか、うんうん、であの楽しいお勉強をして充実した1年じゃな1年だったんでしょうねこれね。そうですね、あのこの学校で日本人 の、 その学生さんたちと一緒に勉強するのは半年で、うん、残りの半年は各自あのバラバラになってですね、フランス中のこうレストランとかパティスリーとかで研修をする形にはなるんです、うん、そうですね、私はねあのアルベールビルオリンピックをやったフランスと、はいスイスのねこう国境沿いになるような本当山の、うんあのスキー場の観光地で、はいはい研修をしたのでまあ、 あの観光地なんですけど、うん、そこそこな街のサイズでただ、うん、そこで、ケーキとかパンを作ってるのは、うん、そのお店1軒だけ。あじゃあもうみんなそこに来るんだ。そうなんですよ、だからスーパーに卸すパンも全部、うん、あのそのお店で作ってた感じ、大きいので大きいラボであの大きいお店で研修をさせていただきました、ね。そうなんで、その頃がもう楽しいこのグラフですけど、まあまあ頂点のあたりに近いですね、うん、あどうなんでしょうね、研修中はですね、うんもうあと何日で帰国ってこうあの指折り、はい、あのカウントダウンですよ、はい、それはどっちなんですか、帰りたくないなのか。帰りたいんです。あ帰りたいでも待ちに待った日本帰国じゃないですか、うんうん、そのタイミングで多分これ落ちていくですかね、これは。そうですかね、研修中から結構ドンと落ちてたのかもしれないですけど、はい、この急降下一体何があったんですか、うん、これはですね、日本に3月に帰国して、はい、そこから本就職ですね、うん、お菓子屋さんに。でもそれだけじゃここまで急降下しないと思うんですよねこれ何が起きるんですかね。いやもう私でも本当にここは修行だと思っていて、はい、はい、勤務時間も長かったですし今までですね、うん、まあ頑張ればそこそこできてたのが、はい、社会に出たら打ちのめされるわけですよ。全然通用しない。はい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 、うんうん、でもあの朝7時に勤務して、うん、お店が、終わって片付けまで終わると大体10時ぐらいなんですね、うん、そんなに長い時間。何時からやって10時なんですか。朝7時に出勤。朝7時からやってるんですか。でお菓子屋さんは10時から、うん、確か8時だったと思うんですよ、お店が閉まるのが、はい、でその後も片付けとか、はい、明日の準備とかするので、うん、終わると大体10時、はい、まあ言ったら定時です。はい、それが定時なんですか。それがまあまあ定時です、こんな感じでね。あ、かわいいですね。そうそう、かわいい。クッキーの上にお砂糖のクリームでデコレーションをして、うん、はい、お花とかキャラクターとかこうやってね描いたりとかして、うん、なのでこれはかわいいな。かわいい。僕でもかわいいと思いますね、これは、ね、美味しいと思います。本当に食べていいですか。すごい細かいですよね。衝撃的な美味しさなんですけど。やったー。